せーの、本日のよろぴこ。コロナに負けないプレイボールよろぴこ。甲子園で優勝されて小第31回夏の甲子園、僕は57回ですからね、甲子園ね、うん、甲子園57回、すごいですよ、すごい。でも高橋っても高橋ユニオンズですよね。で、トンボユニオンズもあったんですかね。で、高橋ユニオンズに入って、キャンプ地は岡山でね。で、僕はもう学生時代からずっとやってた、夜8時ぐらいからね、あと振り始めの300回ぐらいは振るんですね。この人は振ってましたからね、現役で。で、中庭でね、日本旅館の中庭で振ってたんですよ、はい、誰も来ないんですよ。でもまあ、そのうちに誰が来るかなと思ったら、キャンプ終わるまで誰も来ない。誰もスイングしてないですか。なるほど。プロ野球のキャンプで。あ、でも昔はそうだったかもしれないですね。先輩にじゃあ単純期で出てこいよ、外へ。先輩どこいらっしゃるんですか。お前も行くからね。ちょっと今日はといて。でもその頃はそうかもしれない。いやー、そうでしょうね。でね、オールスター選ばれましたね。はい。第5位、第1試合途中で岡本勇美さんがノーヒットだったんで、お前ピッチしたいけど、長谷川亮平さんが、うわ懐かしい、またまた懐かしい、ポポーンとストライクで真ん中に一生懸命打てないんで、で、ツーストライクノーボールからウエスト、この辺にバーンと、はい、それをコーンと打ったら、ライトバイコーンなんですよ。はい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 。で、2試合目は今度先発で出してくれて、はい、それは今度はね、杉下さん、杉下さんから左中間にクリーンヒット打ってね、へぇー、ますます嬉しくなってね、次に金田が出てきたわけよ。僕は左ピッチャー大好き、速球投手大好きで、僕はですね、こうしてね、こう取るときに音がするんだな、ね、ブンって音がする、うわー気持ちいいなって思うんですよ。ツーストライクワンボールになって、はい、で、初球でもカーブでも打てる体勢で待ってたわけ、はい、だからね、やっとこうね、手首が回ったの、はい、カーブだったら分かったの、ピャッと放ったら、ここへ出てきた。あ、これはすっぽ抜けだぞ。はい。そっと見逃したら、ここから膝まで落ちてきた。現実見たことないですからね、僕たちね。あの、金井さんの映像ちょっと見たことあるんだけど、現実に生で見た人なので。それで、僕はその後評論家になってね。長島の2年目、はい、宮崎のキャンプでね、長島いないんですよ、グラウンドに。で、あれ、シゲどこ行ったのって言ったら、第2グラウンドにいますよ、はい、行ったの、はい、だから誰もいない陸上競技場の隅にネットがあると、はい、そこでね、マネージャーにね、ポンとこの頭の上にボールを放らして、はい、そこで打ってるんですよ、はい、真剣に、はい、30球ぐらい、はい、で、一息入れたところで、おい、何やってんの、先生、あっ、さかない、見えてたんですかって言ってね、で、何それやつだろうね、今年は金さんのカーブ打ちたい、うん、この辺から打ち始めないと間に合わない、あでね、これはもう長島が特別に考えて練習してた打ち方だと思うんだけど、直球はなんとかこなせると、はい、あとはカーブすごかったのか、すごかったですか。だって直球とカーブだけで400勝しちゃうから、そうですよね、僕なんかほらそういう話は聞くじゃないですか、で杉下さんの話も聞くじゃないですか、あのカーブって本当すごかったです、杉下さん、あのフォークボールね、さんやね、あ杉下さんね、中日のね、あだらドボンっていうそうですよね、ドボンの話が出たついでに今回こういうことあった。なんで天井俊一さんって知ってる？いや知らないです。中日の昔の監督さん、はい、日本一になった監督さん、はい、天井さんってのはね、監督辞めた後、報知新聞の評論家、あっちの報知、はい、一緒にグラウンドで野球見たりゴルフ連れてもらったり買い合ってもらったね、はい、ある時ね、さっくんね、僕が監督しとった頃ね、杉がね、って言ってた、はいはい、どんどん勝つんですよ、うん、どんどん給料が上がるの、うん、それでね、その大きな金をね、あいつに全部持たせていたら全部使っちゃうといけないから、球団の上層部に頼んでね、はいはい、半分ぐらい管理してくれないか、はいはい、頼んだの、はいはい、いい話ですよ、はい、そしたら2、3日経って球団からね、じゃあそのお金でね、杉並の土地を100坪ずつ毎年買ってきましょうか、こういう話なの、はあ、いい話で、もう本当涙が出るよね、いい話で、はい、でね、うわーと思ってね、天沢は僕に、だから杉はね、
あの辺の土地を1000坪ぐらい持ってるはずだよって亡くなってた。それ言ってからすぐ亡くなったの。亡くなったんで私この話できなくなっちゃったの。杉下さんにも。50年だもんさ。ある仲良しのスポーツライターがね、はい、ちょっとこんな話したら、あ、佐々木さん、そういう感動的な話とかいい話いっぱい持ってるから、いい話だけ集めて本出しましょうか、言ったらね。で、そうか、活字になるんだったら確認しなきゃいかんの。杉さんが自転車で、はい、杉さん、ちょっとご無沙汰してるし、ちょっと伺いたいことあるって。じゃあお邪魔していいですかって言ったら、いらっしゃいいらっしゃいって言ったの。千坪に住んでるかななんて思いながら、はいはい、そしたら、ね、300坪ぐらいの杉並区、300坪ぐらいの、はい、でかい庭があってね、池、はい、に鯉が泳いでて、はい、桃屋が2階ででっかくね、はい、ここの1階には私と女房と2人とも95歳、はい、住んでると2階に町内から住んでて、はい、飯は一緒に食ってんだよ、うん、すぐ隣にもう一棟あってね、あそこは時代から住んでる。うわぁ、杉さんもう老後の幸せ、独り占めですね、うん、女房可愛がりね、昔からね、奥さん連れてハワイ行ってた、うん、もういろいろ聞かされてね、うん、僕も杉さんみたいに行きたいと思いながらずっと来てるんですよ、はい、それでしばらくそんな話をしてて、杉さんのところで天津さんからこんな話聞いた。その千坪ってなどこにあるんですかって言ったらね、ないよ。なんですないよ。え、そんなバカな、天津さんそれ信じて亡くなったんですよ、はい、ないよ。ただあの頃の中日のフロントはいい加減でね、俺があんまり勝つもんだから、時々一時金でね、ボーンと100万円ぐらい、当時の100万円すごいですよね、今の8000万9000万とか1億とか俺振り込んでくんですよ。ずいぶんいい加減になったんだよ。その話はなかったんです。なるほど。でも本当あの頃で1000万円プレーヤーってすごかったですよね、もう億って今だったらすごい金額ですよね。だって杉さんの記録見てもね、30勝したの、31、27、33、31、28とかそんな感じかな。でも現実に今プライベート見てるじゃないですか、たまに見るでしょ、時にあの時現役やった時のピッチャーの人でそのオールスター出てるじゃないですか、どんな感じ、違い感じます？どうかな、ピッチャーの攻め方は根本的に違うみたいな。まあオールスターはね、まっすぐが多いけど、最近の野球はもう変化球全盛時代でね。そうですね、私がやってた頃は直球とシュートとか、はあ、何人かスライダーを打ったからね、はあ、このぐらい読みやすい感じだったさ、特に私なんか舐められてたからね、直球ばっかりピョッて。でも速さって言ったら、速さはね、はあ、やっぱり金谷は160キロいってたと思うし、尾崎幸雄って、尾崎さんね、160キロいってた、カエル尾崎って言いますよね、慣れた勝ち元、この3人は155キロはいってたと思う。一回、審判の平子さんに聞いたことあるんですよ、うん、現役の時にね、うん、で平子さん、今までピッチャーで誰が一番早く感じましたって言ったら、怪盗尾崎って言われて、尾崎さん、もうあの人が一番早かったろって、特別、ただ、期間が短かったんでね、そうですよね、うん、早かった、これはよ、生き生きています。いや、本当すごいですね。なかなかね、その頃の野球見てる人いないから、はい、だから古い話をって言うとね、新聞記者は皆さん私どこで分かってるんですよ。いや、楽しいです。で、覚えてるんだね、私はっきり。すごいですよね。高橋さん、今の巨人はね、僕が見てて完璧だった。サインを覚えようとせんのが一人おるっていう。誰だろう。部屋やってします、はい、上級生と下級生が入ります。ネットへ301号室、佐々木七島。佐
明日もまた見てください。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。